なぜ拓也王座に藤井聡太竜王、名人が挑戦する第71期王座戦五番勝負は、永瀬王座の先勝で開幕した。王座獲得経験のある中村大地八段に、第一局の将棋の印象、そして藤井聡太将棋に立ち向かう永瀬将棋の凄みを語ってもらった、前3回の第1回、第2回に続く。将棋界、いや日本中が注目する王座戦が開幕しました。藤井聡太七冠の八冠全制覇なるかが世の中的には大きなトピックなのかなと感じる一方で、藤井聡太七冠を迎え撃つ永瀬拓矢王座にとっても永世称号である名誉王座、今期防衛で5連覇すると資格取得となるの資格を得られるかがかかる、まさに大決戦です。藤井聡太七冠のエース戦法、角換わりだったが、まずは元湯陣屋で開催された第1局について感じたことをお話しします。アベマや囲碁、将棋チャンネルなどでご覧になったファンも多いかと思いますが、対局開始時には立会人の佐藤康光先生、そして羽生善治会長に森内俊之先生、さらに各解説では渡辺明先生に佐藤天彦先生、木村一基先生、とタイトル経験を持ち、トップを走る人気棋士がずらり。一棋士の私から見ても、とてつもない顔ぶれで開幕を迎えたな、と、笑。名誉王座か八冠達成か、とてつもなく大きな勝負だからこそ、このメンバーになったのでしょうね。実際、棋士の間でも、どういう将棋、戦型で指していくのか、結果はどうなるか、という感じで大いに注目されていました。その中で開幕した第一局は振り駒の結果、藤井聡太七冠が先手番となったことで、ご自身のエース戦法である角換わりを採用した。そこは予想通りでした。一方で後手番の永瀬王座は、角換わりの際にどのような工夫を凝らすのか。もし先手番になったとしたら、相掛かりになる可能性もあったのかなと思いながら見ていました。準備していたかな、と感じる展開とは。結果から記すと、後手番となった永瀬王座が先勝しました。ただこれまでの戦いとは少し違う様相が見えた部分もあるのです。お二人のこれまでの対局を見ていると、永瀬王座は後手番だと角換わりからの腰掛け銀の展開として、終盤戦まで研究通り進めて勝負するのが藤井聡太七冠対策との印象がありました。ただ王座戦第一局では、早繰り銀という、後手から積極的に攻める形を永瀬王座は選んだんです。角換わりに対しては、腰掛け銀と早繰り銀という戦法があります。前者は終盤までかなり定石化されていて、研究できている側面があります。一方で後者はまだまだ定石が整備されてなく、力将棋になりやすい。私自身も早繰り銀が好きで後手番の際に採用するのですが、永瀬王座は過去にそれほどまで用いていなかった。それを踏まえると永瀬王座はこの展開を準備していたのかなと感じました。藤井聡太七冠が立たされていた運命の二択。それぞれの持ち時間の使い方を見ていると、早々に研究から外れたような展開となりました。永瀬王座が攻めをかわそうとする一方で、藤井聡太七冠がさすがの指し回しを見せて、手厚い形に持っていってるなとは感じてはいました。少し具体的に言うと盤面の中央を制圧できそうな雰囲気があったんです。ファンの皆さんには、藤井聡太曲線という表現も一般的になったかと思います。藤井聡太七冠は評価値的に中盤付近から徐々にリードを奪い、終盤に突き放して勝利するのがおなじみの勝ちパターンとなっています。本局もその流れにあるか、と思いきや、と感じた方も多いでしょう。私自身も粘り強く勝ちをものにした永瀬王座の将棋に、凄みを感じました。この一局をじっくりと振り返ってみると、藤井聡太七冠といえども、すごく難しい展開と感じていたのではないでしょうか。例えば永瀬王座が三角八九歩成と指した80手目前後の局面は累計すら見たことがないものでした。もし私が先手番だとして考えると、この局面、金銀が中央に数多く配置されていて、構想がすごく難しいんです。受け駒に使って守りに通した方がいいのか、一気に攻めを狙った方がいいのか、
方針を立てるための判断が非常につきづらい。藤井聡太七冠は、ここで運命の二択に立たされていた、と表現しても言い過ぎではないのでは、と。たびたび見受けられる藤井聡太七冠の苦境。判断がより迷う要因として、両対局者の持ち駒もあったと感じます。その時点で永瀬王座は角2枚、金に桂馬と攻め駒を大量に持っていた。もし先手が緩んだ場合、一発で強烈なパンチを当てられる可能性がある。つまり先手番は細かなミスが許されない状態だったのです。一方の藤井聡太七冠の持ち駒は歩だけだったため、後手からすると相手の手が伸びる範囲が把握できる状態にありました。そういう要素が絡み合った結果、先手がより気を使わなければならない将棋になっていたのだろうと推測します。実は、藤井聡太七冠がこのような苦しい展開になるのは、最近たびたび見受けられます。王座戦で挑戦権を得るまでにも準々決勝の村田明弘六段戦、挑戦者決定戦の豊島将之九段戦で厳しい戦いを強いられました。村田六段との対局では、評価値 6%、94% の大逆転勝利が話題となりましたが、かなりの苦境に陥ったのは事実。さらに手島九段戦も2点3点しながら最後の最後で勝利をもぎ取るという形でした。それぞれの棋士もまた、進化している証拠。ペースを握りかけたとしても、そこからの差し回しがとても難しい。藤井聡太七冠の視点に立つと、そういった将棋を迎えることが多くなっているのかもしれません。それは対局相手の研究が進み、それぞれの棋士もまた進化している証拠と言えるのでしょう。とはいえ本局は藤井聡太七冠だけでなく、後手番の永瀬王座から見ても大変複雑な局面で、この二人をもってして評価値があまり当てにならない将棋だったなと感じます。そのあたり、棋士が盤面に向かう心境についても説明していければと。